ロックウェル6522ビア MOS6522 多様とインターフェースアダプタは MOS テクノロジーが製造した集積回路であり、ロックウェルインターナショナルやシナーテック等のセカンドソースも存在した。6522は6502シリーズマイクロプロセッサの i、オーポートコントローラとして使用され、シリアル通信のためのタイマやシフトレジスタだけでなく、 PIA によるパラレルポート入出力を提供した。6522は1980年代に人気のあったコンピュータ、特にコモドールのコンピュータで使用され、Apple III、BBC Micro、マッキントッシュでも主要な部品として使用された。6522ビアには20本の I、大信号線があり、2つの8ビット双方向ポートと、 4本の制御信号線として使用された。16本の汎用ピンの入出力方向は独立に設定することができた。制御信号線は活性化された時の割り込み生成、対応する I-O ポートのラッチ、I-O ポートに接続したデバイスに対するハンドシェイク信号の自動生成、または単純なハイ、ロー信号の出力に設定することができた。 ピンコンフィグレーションオブザ6522ビア6522ビアはワンショットモードフリーランモードと各 i オーポート7番目のビットを監視し何回の状態変化が発生したかを計測するパルスカウントモードへの設定が可能な2つの16ビットタイマーカウンターを提供する各タイマーは0と一致した時に割り込みを生成することや各 i オーポートの8番目のビットに区形波を出力することもできた。6522ビアのシフトレジスタは双方向8ビット幅であり、タイマーが生成したクロック、CPU クロック、または CB1 信号線からの外部クロックソースで動作することができた。シリアル入出力は CB2 を使用し、CB1 は外部デバイスに対するクロック出力として設定する。 こともできた。評判の悪いシフトレジスタのバグは CMDG65SC22 で修正された。6522には前述のシフトレジスタのバグ以外に MC68000 のような6 5 0 0に形式ではないバスに接続した時だけに生じるレジスタバけの潜在的な問題があった。チップセレクトが非アクティブであるが第2章のクロックが アクティブの状態でアドレス線が変化したとき、チップセレクトが非アクティブであるにもかかわらず、レジスタの内容が変化する可能性がある。このバグは CMOS 版のいくつかのバージョンで修正された。ありがとうございます。